え、なにこれ、なにこれ、あ、切れた切れた切れた、またパソコン、これ大丈夫かな、今度パソコン、このパソコン安定感ある、はい、このパソコン安定感、新しいやつ、もう怖い、これ見たらわかるかみたいな、今度のやつは、うん、新品でちゃんとしたやつなんで、大丈夫、とりあえずあのつライブを開始しとこうな、開始していい、はい、はい、開始、あ、そこね、うわ、動かしにくい、なにこれ、こっちでね、まずか、まじか、まじか、一回だけ練習、一回だけ練習、やばい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 、あー、カッポ入んねこれ、カッポ、え、まじか、まじか、無事、無理だ、無理無理無理だ、今日無理だ、無理だ無理だ、うわ、俺何か忘れてる、何か忘れてる、やべやべ、あー、ありがとう、はんちゃん、うわ、大慌て大慌て、やばいやばいやばい、今日ちょっとやばい、今日やばい、DJ マシャワールド平成28年7月1日金曜日放送第38回、こんばんは、 DJ マシャです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。いやー、なんかですね、せわしい、1週間でしたね。これね、Qシートにね、今週気になった出来事って書いてるんですけどね、何も書いてません、ちょっと大慌てでね、俺今週何したかな、よく覚えてないなやばいやばい、もうで、ちなみになんですけどね、あの今日僕誕生日みたいですよはい、44歳になりました、もう大変だな、はあ、いや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 、そんな感じでね、なんかだんだん暑くなってきてますけど、部屋の温度がすごい温度になってまして、クーラーがちょっと壊れてしまってねはい、そんな感じなんですけど、はい、そんな感じで今週もね、DJ マッシュワールド、進めていきたいと思いますが、今日はですね、いつものね、あのメールのコーナーなんですけど、じゃあ、いきますよ、ひろきさん、いきますよ、オーライメールセンター、本日のテーマは、沖縄のおすすめスポットです。今日はですね、遠くからお越しになっている、ゲストさんがいらっしゃいますので、皆さんがおすすめする沖縄のスポットということでね、ちょっとお願いしようかなということで募集してました。メール来てるかな今日ちょっと確認してみたいと思うんですけど、はい、あ、ツイキャスもね、どんどん来てますね。はい、続きまして、期間限定お試し企画、本日はオーライモノマネ募集ということですね。やればやるほど苦しくなってきた、この企画、まあ大体ね、終わったら冷や汗かいてるんですけど、まあもうちょっとだけ頑張って、またちょっと新しい考えようかなと思ってるんですけどね。はい、どんなモノマネ募集が来ているのでしょうか。続きまして、オーライ死にうっさうっさハッピーバースデー、誕生日の方がいたらメールかツイキャスで教えてくださいねということですね。はい、今日ね、僕の誕生日です何回も言うなんてねはい、そんな感じなんですけど、はい、そして、本日のゲストですが、なんと今日は広島からお越しになりました、悪女時代のかなえさんです。遠く沖縄でね、縁がありちょっとね、やってこられました。どんな活動をしているのかじっくり聞いてみたいと思います。はいね、それでまたね、今週もツイキャスやメールで皆様ご参加お願いしたいと思います。メールアドレスは djmasya@fmgino1.com です。はい、この番組のコンセプトはですね、応援番組です。ゲストの皆さんですね、私含めね、私も皆さんを応援していこうという番組なんですね。はい、よろしくお願いしたいと思います。さあ、この番組の提供を言いたいと思います。はい、この番組の提供は、バイクの格安バッテリー販売&長期保証やってますの 2x4 ステーション、司会のお仕事大変興味あります、命がけで取り組みますので誰かお仕事くださいの DJ マシャの提供でお送りします。それではここで一曲大丈夫かな送りたいと思いますけど、曲名なんやろ、はい、今日はですね、ゲストさんの、持ってきた CD をせっかくなので鳴らしたいと思います。悪女時代の悪女ナイトフィーバー、私を飲みに連れてって。
酒取ったみたいごめんじゃない、どうしたのか声が出てないの俺喋っとったんやばいやばいやばい、ごめんね、あのみんな呼んだから大丈夫かな、それするかなごめんね、ちょっとあのボリュームオフなっとった。はい、マーコ、あ、マーコさんありがとうね、ありがとうありがとう、はい、ごめんなさいね、みんな喋ったのに全部入ってないっていう。音小さい、音小さいよ、来てます、ん、音小さいよ、はい、あ、ライオン丸さんありがとうございます、ファミマの店員さんありがとうございます、あ、アップルパンさんありがとうございます、ハンちゃんすごいよね、この前ここに書き込みやった初会一の塾長グループでね、もうゲストに出てるんだ、あーは、あ、そう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 ね、ハンちゃん知ってますかね、誰かあの悪女時代さんをね知ってる方いたらよろしくお願いします。メールの準備し、メールの準備、飲め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 、また飲める、なんか面白い曲ですね、なんかね、花金なイメージとかおっしゃってましたけど、なんかノリがいい曲ですね、面白い、この音割れしてる、これカラオケで歌いたいですね、やっぱちっちゃいっていうのは機械の問題かな、うるさい、さあ今日はメールどうなってるかなメールマシンが調子悪かったんだけど今日大丈夫かな、来た、メールマシン復活です、さあ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 、カメラこれでいいよね、ついていいと思う、こっちの車で多分下方も見えるから、暑い、クーラー21にしたけど大丈夫、あ、大丈夫です、温度的なものは大丈夫です、暑いです今日は、さあそろそろじゃあ行きましょうか、あ、下げます、うん、ゆっくりゆっくり、はい、ありがとうございます、じゃあそれでは、メールのコーナー行きたいと思います。今日はですね、メールのテーマ、沖縄のおすすめスポットということでね、あなたがおすすめする沖縄のスポットはどこかないですかということでメールで呼びかけしました。はい、ね、メール来ています、あ、ツイキャスもね、ありがとうございます、コンティニューコインがね来てますね、助かりますね、こばコンティニューコインいただくとあの番組がね終わらないんでそうそう、助かるですね、あ、ちょっとツイキャスね、ちょっと音割れしてる方もいるから、ちょっと難しいね調整がね、この辺、はい、よろしくお願いします、あ、音が元に戻ってきますね、はい、じゃあそれではメールの方行きたいと思います。マシャさん、そしてリスナーの皆様こんばんは、神戸の小さいけれどおじいです。まずはマシャさん、お誕生日おめでとうございます。これからも楽しい番組を送り続けてください。さて沖縄のおすすめの場所ですが、先日のリューティースーパーライブの翌日に訪れたブセナリゾートがとても素敵でしたということでね、あ、ブセナ、あ、いや女そうだね、うん、あいにくの荒れ模様、お目当てのグラスボートは欠航で海中を覗くことはできませんでしたが、海中展望台から荒波に押し流されないように必死にヒレをバタつかせる魚たちを楽しみました。ああ、そうなんだ、これまたね、なかなか見れないんですよね、こういうのもね。続きましてね、ブセナテラスでのランチバイキングもいい雰囲気で美味しくいただきました。今度はいい天気の日にもう一度訪れたいところです。ではまたということでね、ありがとうございます。あ、ブセナですか、これ沖縄の人も入れるんですかねどうなんですかね、あー、行ってみたいですね、ブセナか、わかりました。ちょっとね、たまにね、こう日にあの非現実の日常を味わうっていう、いいですよね、うん、僕もどっかのホテルでお食事したいと思います、はい次いきます、ありがとうね、まとめてくださいね、はい、マシャさん、ゲストさん、皆さん、ハイタイということでね、愛知県南部からユーミーさん、ありがとうございます。おすすめする沖縄の場所、豊見城市豊崎エリアがおすすめですねと来てますね。レンタカーの営業所が多い地域なんですが、アウトレットモールアシビナーやマンゴーが買える、豊崎道の駅、沖縄そば博物館のあるショッピングモールトミトン、トミトンには100円ショップもあるので何か必要なものを思い出したときに便利よ。あ、そうなんですね、あ、これは僕知らなかったですね、行ってみた、行ってみますね僕も、うん、あと運転免許センターのほぼ隣にあるシークワーサージュースの工場売店ヨナース、ここは蛇口から出てくる出来たてのシークワーサージュースが飲み放題、
中には食堂もあるんだけどリーズナブルなのでランチも最適です。あ、なるほどね。最後はチュラサンビーチでまったりもいいですよ。ではではってことでね、追伸最後にね、月曜から金曜まで FM ギノワン23時代にお笑い演劇集団 FEC メンバーによる番組が始まります。よかったら聞いてくださいって来てますね。あ、FEC ファンだな。情報は早いから間違いないな。そうか。おいおい、シーブンタイムできねえじゃんか。困ったな、これ。まあいいや。そうか、そうか。あ、でもね、これね、僕知らないところ、今日情報いただきましたんで、僕もね、行ってみたいと思います。はい。でもね、なんていうんですかな、本土から来られる方の方が、沖縄の情報よく知ってますよね。なんか東大元暮らし的なね、僕も結構知らないことがあるんで、教えてもらって嬉しいです。ありがとうございます。ゆみさんまたメールくださいね。あ、どうしよう、シーブンタイムできない。来た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 来ましたよ。あの男が来ました。石垣島から来ましたよ。オーライマシャ君、そしてラジオ聞きの世界のリスナー中の皆様、こんばんは。ナイスミドルフォーティーズ、落書き島のライオン丸ダハズって来てますね。じゃないの。して今日は何も言うことはない、なんて言ったってラジオ沖縄の開局じゃなくて俺のマシャの記念すべき44回目の誕生日なんだからな。マシャよ、生まれてくれてありがとうってね。生きててありがとうって呼んでしまいそうだったけど。生まれてくれた、生まれてきてくれてありがとうってことね。以上、最後に本日のラッキーインセクトは、トゲあり、トゲなし、トゲトゲだぜ。え、何これ、探してみるがよい。バーイ。ってことでね、よくわかんないけど、なんかね、絵をいただきましたね。あ、うまい。これなんかで、ね、筆で書いてはなんかうまい。ツイキャスの皆さんだけちょっと今からこんな感じでいただきました。こんな感じでね、はい、ユースト、ね、こんな感じでうまいです。すごいうまいですね。ヤングマンだぜってね、かっこいいですね。これ俺のヤングマンのカツラが取れたところですね。素晴らしいです。うまいですね。トゲありトゲなしトゲトゲね、ちょっと調べてみたいです。まあどうせ多分気持ち悪い映像だと思うかな。なんかね、なんかガの幼虫みたいな感じしませんかね。ヒロキは知らないそうですね。ヒロキでも今日ヒロキックスが入ってますね。いつもミキサーに入ってるのはね、ヒロキはね、仕事がちょっと忙しくなっちゃったみたいで転職したみたいでね、ちょっと残業が多いみたいでね、ちょっとなかなか間に合わなくなっちゃってるんですけど、はい、ありがとうございます。すごいね。いやいやいや、俺44歳になっちゃったよ。テレリもうね、40超えたら誕生日が怖いですね。怖い。近くもなんかだんだん見えんくなってくるし、あー怖い怖い。はあ怖いな。ツイキャスどうなってるんかな。ツイキャス、ツイキャス、ホワイティ西原さん、マシャ誕生日なのってね、ハピバーって言うね。そうなんですね、はい、そうなんですよ、ハンちゃん。そうなんですよ、シーブンタイムがね、もう FEC かってバレ、ま、みんなにバレてしまいましたね。これ実態はこれかみたいな、やばい。そんな感じです。はい、ね、後でね、ゲストさん来るんでね、ツイキャスのも皆さんで賑わせてください。次いきますね。はい、ラジオネーム、あ、これあれだな、名古屋の文化系ダンサーズです。まちゃこさんのモノマネよろしくお願いしいたしますってことでね、これね、後でやりたいと思います。星印ってとこね。次いきます、後で読みますね。あ、メール来ました、はい、いつもね、ダンサーズさんありがとうございますね。ノーマルダンサーズで来てますね、はい。今夜のメールセンター、おすすめの沖縄の場所ですが、下地島ですね。宮古から伊良部大橋を経由していきます。なんといっても航空機の練習でタッチ&ゴーが見れるのはすごくいいですね。去年この島で航空機の練習を見ましたが、迫力ありましたね。それと海がめちゃくちゃ綺麗なのです。そしてこの島にある中之島ビーチではスノーケリングが楽しめて最高ですよ。また行きたいですね。マチャヤンは宮古島、下地島へ行ったことはありますかってことでね。下地島って言ったらなんかこう滑走路がある島ですよね。ああ、これは船で行くんですかね、飛行機で行くのかな、 どうするんだろう。行ってみたいですね。行ったことないですね。宮古島あるんですけどね、伊良部もないんですよね。宮古行きたいですね。うん、宮古でね、もうお通りして酒飲みすぎたっていう思い出しかなくてもな。宮古お通りみたいな。でもね、宮古ね、
どこ行っても料理が美味しかったですね。また行きたいですね。前仕事で行けたんだけど今行けないんだよな。うわうわ写真もついてますけど、あすごいな。僕飛行機好きなんですよね。うん、乗り物が好きなんですよね。うん、そっかそっか。ちょっとね、足文字島チェックしたいと思います。ありがとうございます。次行きます。だだだだだだ、次誰もどこまで行った。よいしょ、メールあと1通いけるかな。うーん、あこれ行こうな。大阪のおっさんシロです。マシャさん、スタッフの皆さん、ご苦労様ドス。マシャさんお誕生おめでとう。ピンタン切る前に嫁探せよとなんだこれ、年々1年が早く感じるぞって来てますね。うわー、なんかしみじみ感じるメールが来ましたね短かったけど衝撃でした。なんか図星だったんかな。でも分かりますよ、なんかね最近ね年取るのが早く感じてきて、いやもうだって俺さ、この前さ明けましておめでとうございますとか言ってたのに、もうね、はあ、もう7月1日で誕生日。今日俺自分の誕生日何回言ったかな。あんまり自分の誕生日って言わん方がいいかな。ダメかな俺。いや言った方がいい。いっぱい言った方がいい。言った方がいいよね、やっぱりね。なんかちょっとずずしいかなと思いつつに言ってます。はい。まあ、プレゼントがどうこうじゃないですけどね。ただアピールしたいんですね。誕生日ってね、結構大事なんですよね。結構ね、誕生日ってね、こう、いろんな出来事があって、なんかね、いろいろあります。はい。ちょっとやっぱ誕生日ってやっぱお祝いですよね。うん。そうなんですよ。またね、また一年、うん。お役払いっていう意味合いっていうのは聞いたことがありますけど、はい。そんな感じでね、じゃあ続いてゲストのコーナー行きたいと思いますが、じゃあ CM 行きましょうか。お願いしますお願い、靴のまま入ったら大変なことになりますんで靴の、はい、すごい、もう今日男まみれなんで、女性がやるとすごい華やかですね。今日男祭りになってる、男に人気がある DJ ましたっていうね。あ、そうなの。女の人がわーって言ったら面白かったけどね。すごいね、こう言ってんです今日は。まず何者かがわからんみたいなあれやけん、これした方がいい。あ、これどっちでも、あ、どっちもいい。やった方がいいですねやった方がいいお、シローさん、宮里さんを見れときてますねなんで触れねえよ。曲流せる最初のあれ。BGM で流します。うんうん。4、3、2、1。DJ マシャワールド FM ギノワンより生放送でお届けしております。さて今日は、はい、ゲストさんのコーナー、ものすごい遠いとこから来ました。ものすごい多分今最高記録じゃないですかね、ゲストで来られるということでね。はい。じゃあ。今もうちょっと声出しがあったんですけど、はい、じゃあ自己紹介をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。広島から来ました、アラフォーアイドルユニット、平均年齢43歳、夢は諦めんでもいくつになっても追いかけていいじゃない悪女時代のカナエです。よろしくお願いします。はい、どうも DJ マシャバラドでようこそ。はい、すいません、なんかね誕生日に来てしまうってから何かわからんのにね、たまたま誕生日だったっていう ねおめでとうございます。素晴らしいですけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、悪女時代、はい、そうですね、なんかAKB みたいな、こうそうそうそう、もともとね、AKB のコピーっていうかね、振りと、はい、歌を、うん、まあ、宴会芸でやったんです、最初に、うん、7人で始めたんですけど、はいはい、誰がやろうって言ったんですか、これ。私がね、7人連れて、発起人、そうそう、やろうやろうや言って、はい、言ってやったのがきっかけだったんですけど、なんか意外といいじゃないかと、うん、受けた、はい、お誘いをいただくようになりまして、うん、あれよあれよという間にさ、今はずっとかかってるんですけど、うん、2枚 CD が出させてもらって、 CD まで作っちゃった、はい、すごいですね。そうですね、この相川七瀬さんに帯もいただいて、え、マジで。そうですよ、相川七瀬さんが何とおっしゃってる。相川七瀬さんが、私が私であるためにかっこいい40代、うん、まだまだいけるじゃん、うん、第二の選手、本気で夢を追う女性はとても強く美しい by 相川七瀬ということで帯もいただきまして、相川七瀬風の人が書いたんじゃなくて、はい、本当相川七瀬さんです風って何ですか、はい、そうですよ。で2枚目はね、今日花金なんで一発目にかけてもらった悪女ナイトフィーバーを、はい、
さっきお聞きしましたが、はい、なんかあのこうめっちゃ酔っ払った時にカラオケでちょっと歌ってみたいなという感じがしましたね。あ、そうだね、飲み会ソングなんでね、ね、うん、面白いなと思って、うんうん、あれですよ、流川っていう広島の繁華街のはしご酒のテーマソングにもしていただいたことあるんですけど、あら、なんで広島の方は流れ坂っていう、流れ川です、ね、流れ川全然ごめん流れ川ね、うん、ルカワじゃなくて流れ川、流れ川なんですね。そうそうそう、うん、はい、じゃちょっとツイキャス、はい、見たいと思いますが、隠れ家マーコーさん、懐かしい広島、あ、広島におったんかな、懐かしい広島弁、マーコーさん、ルカワって言うんじゃないこれ、流れ川、それ流れ川ですね、それがあの繁華街の名前、今日なんか広島反応多いですね、沖縄に。お、本当だ、ね、私の第二の故郷、広島から面相例、あ、これ故郷、隠れ家マーコーさんね、うん、広島おったんですかね、そうでしょうね、うん、悪女時代、ウニタン、あ、ウニタン、はい、メンバーですね、中四国エリア、アイドル祭り、あ、アイドル祭りって言うんだ、そう、アイドル祭りって何ですかこれ、今ね、うん、いいんですかもう話しても、めっちゃ宣伝ばっかりになるんですけど、うん、いいんですか、いや、あの DJ マシャワールドね、うん、あのコンセプトが応援番組なんですよ、no、 そうなんですよ、じゃあぜひ、全然大丈夫なんですけど、はい、いや、なんかあの今日まあね、ちょっとネットでね、ちょっとひょんなことで知り合い、そうですね、で、なんかひょんなことで、そうそう、でこっちリア充やってると分かって、はい、なんかいや出してーなーみたいな、そうで、いやまさかと思って、悪女時代のラジオが広島であるんですけど、それにマシャさんにメールもらって、ね、うん、ちょっとあのいつか来てください言ってくれちゃったんで、うん、ほんじゃあ行くわ言って、ほんまかいなと思って、いやまあこれはまあほんじゃあ行くけん、いやこれはまあ5年やろうと思ってたんだけど、うん、来ちゃった、結構早いねそう、もう来たみたいな、すごいですね、行動力ありますよね、ゆけ、あのね、あの広島から来るゆけ誕生日なのに断り切れず出させてくれちゃったわけですよ、まあでもなんか良かったかもしれませんね、ここ華やかで、今日全部男祭りだったんで、本当ですか、もうギャラリー男だらけですよ、本当ですね、さっきご挨拶させてもらったけど、男にモテる男っていいと思いません、うん、いいね、同性にモテる、同性にそうですよ、ね、モテる方がいいです、 僕女性が好きなんですけどね、うん、それはそうでしょここでカミングアウトしてもらっても、僕は女性が好きなんですねちょっとなんかこれかなと思われたらあれなんで、いや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 、うん、なんですけどね、うんうん、でそのまあ話に戻しますけど、はい、ルカワ祭じゃなくて何だった、流れ川、流れ川じゃなくてアイドル祭り、アイドル祭りね、うん、アイドル祭りなんですけど、うん、これ何ですかこれ、あのミュージクル TV っていう番組が、あのあれですよ、騎士団の翔さんとかがやるよって、うん、あの番組がありまして、うん、そこの企画で、うん、全国 の、 あのロコドルちゃんとかを、うん、なんて言うんですか、ロコドル、そうですね、コンテスト、お前らロコドルじゃないだろうっていう心の声が丸聞こえなんですけど、顔が要するに今、ま、もしかしたらなんだけど、うん、ちょっと年齢層がちょっと外れてるというか、ちょっと、そうですね、そういう意味ですか、私たち43歳やけど平均年齢、うん、あの他の子たちはみんなロコドルちゃん、本当に10代20代の、金井さんは20代ですか、あね、すごいあれあのちょっとおいくつなんですか、すごいちょっと半に焼けで言うのやめてくれるいやいやいや、ちょっと43歳で見えないんですけど37ですね、あ、30、はい、ごめんね、年聞いちゃったね、うん、いい、全然もう大公開ですよ、大丈夫、年大丈夫です、ね、大丈夫、うん、ね、女性聞くなってね、だいたいこう世間一般でな風潮があるんだけど、いやいやいや、聞いてまうっていうね、私らあの誰も、いや本当に年齢はもう若く見えて、うん、ありがとうございます、まあ30代前半かなみたいな、ちょっと20代ちょっと言い過ぎだけど、30代前半かな、さっき半にやけで言ったのがバレるよね、そこが俺なんですよ、いやごめんね、広島でまたツイキャス戻ります、はい、嫁が広島、おライオン丸さん、あ、ライオン丸さん、はい、嫁広島なんすかね、は、嬉しいですね、流れてってて流れ川みたいな、あと歌詞がね、流れてて流れ川っていう、もう覚えた、本当いい覚え方だこれ、いいでしょ、うん、三毛猫好きな犬さんね、うん、広島近くに住んでました、あ、広島じゃないんだ、へえ、そっかそっか、あと誰が反応してる、うおっと、ブルガリさん、宜野湾万歳万歳、祭りだ祭りだ、わしゅわしゅ、それそれお祭りだ、天は俺、うん、俺参上めっちゃ発祥ってありがとうございますブルゴリさんね、あの他の番組でも結構ね、あのこう FM ギノワンさんにこう絡んでくれて、ああ、やっぱ FM ギノワンさん大好きっていう感じがすごく、まあ、嬉しいです、ですね、はい、うん、かわいこちゃんおるやないかって来てますね、お、ありがとうございます、誰の小遣いなんで俺かっこいいって言ったらあぶらんで、いや、かなえさんに決まってるじゃないですか、いや素晴らしいですね、ラグンブルーと共演したら年齢的に親子共演、あ、ラグンブルーってね、あ、いくつかな、15、うんうん、沖縄の、そう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 、あ、私ね検索したことがあって、沖縄のロコドルちゃんを、はいはい、ロコドルってなんですかそもそも、
ロコってローカルアイドル、ローカルアイドルの短縮系みたいなですね。なるほどね、素晴らしい。あ、ローカルアイドル、うん、ぜひぜひあの共演させていただきたいね。え、うん、本当に。マジ来るよ、みんな悪女時代、大人だから。ああ、うん、娘ぐらいの人もいるかもしれないね、もしかしたら。そうだけうちが実はファミリーグループっていうのがありまして、ファミリーグループ下がポップコーン CP っていう、もう10代の女の子のこのグループの中にグループがいて、うん、上は、うん、実はあの最年長が70代の、うん、あ、じゃあ3つぐらいに分かれてるんです。そうなんです。あ、まあ、V6 で言えばあの上線、下線じゃない。いやいや、そういうそんなじゃないんですけど、うん、なんかこう、まあ、ちょっといろいろやろうやみたいなんで。あ、うん、え、70代70代な、何を歌われてるんですか。あのね、この間ね、ハード忘れしたわ、ハリオハード忘れしたわ言うても全然伝わってないかもしれない、誰にも、うん、ハーっていうのはもう忘れとったわ。あ、もう忘れ誰にも、まあ、なんかなんかいろいろやれたですよ。そうなんですね。いや、俺もアイドルなりたいな、うん、男はおらんのですか。ね、男性がね男おらんのですか。実はね、心がおためな男性が一人メンバーにおりまして。ああ、悪女時代さんで。そうですよね、まあ、ちょっと仲あれないけど、中見てもらったらな、男性がいて心がおためな方がいるのなと。ちょっと見させてもらったんですけど、はい、なんで男の人おるんかなと思って。女子力がとても高い、抜群に。いやいや、男子力強くてもなれないです。僕もなれない。あ、全然、あのあれですよ、ね、平均年齢ぐらいじゃないですか。ちょっとなんかあのさっきちょっと聞いて44歳でしょ。今日も暑いわねみたいな、うん、ちょっと言葉遣いも変えたのがいるから。いい、全然一緒に踊りましょうよ。マジですか、うん、踊り苦手なんですよそっかそっか、言い直しても広島弁できてますね、うん、ついついわからん、ほんまに広島弁じゃったちょっとね、ちょいちょい分からんところがありますね。いつも大体沖縄のお客さんが来てるんで、こっちに。あれ、あの、通訳してください。ああ。うん。なるほどね。マシャもロコドルかなって、大阪シロさん来てますけど。ね。踊り得意よって、ぜひ。で、なんですか、このアイドル祭は、うん、あ、アイドル祭。アイドル祭、祭りは、はい、何がどうなってどうなってるんですか、これ。あ、そうそうね。すごい途中だったね。うん、で、アイドル祭りっていうのがあって、うんうん、そこの、あ、違う違う。ミュージクル TV っていうのがあって、うんうん、そこのロコドルちゃんのコンテストに、うん、悪女時代が去年今年参加させてもらったんですけども、はいはいはい、あの検索してもらったらいろんな動画が上がってくるんですが、アニメソングとかをこう踊りでカバーして、みんな結構な大会なんですよ、競うっていう。じゃあ、じゃあですね、こうせっかくリスナーさん見てもらってるんで、うんうん、こうなんか協力してもらえることないんですか、僕らが協力できることで。さすがマシャさん、やっぱりいいわ、それ忘れとったよ、ね、Q シートに書いてないよ俺の勘やで、これめっちゃ偉い応援だもん、だってコンセプトが。あのね、うん、でそのどうすればいいん、今ウェブ投票なんですね。ウェブ投票、ウェブ投票、うん、それいい声で言ってもらってすごい嬉しいよ、ウェブ投票ありがとうでウェブ投票を勝ち抜かんと、うんうん、中四国エリアのこうブロック大会みたいなのに行かれるんですよ。なるほど。なので、うん、Facebook もしくは Twitter のアカウント持ってもらっとる方にアイドル祭り検索してもらって、うんはい、ログインしてもらって、悪女時代を探して動画見てもらって、うん、投票してもらったら、うん、なるほどね、はい、とても嬉しいなと。なるほど。今中四国今3位、多分3位なんですけど、まあ、6位までがいけるんです。詳しい詳細を後であの DJ マシャワールドの Twitter にでも、ね、教えてもらって、うちで投げてもう一回宣伝するとかね、まあ、シェアするとかやり方があるんで、うんはい、何をどうしてとか、うん、ウェブ投票組織票行くよってね、あ、めっちゃ嬉しい、まあ、確実に DJ マシャワールドからのあれいけるんで、うん、みんなで協力して、うん、ログインせんといけんのか、ログインせんといけないみんなお願いお手数なんですがお願いします、うん、ねえ、で悪女自体と飲み会をすると、うん、あ、ここね結構ね内地チームなんですよ。お、佐賀健さんとかん、ね、ハンちゃんとか、お、内地の方結構見られてるんで。どちらなんですかね。ね、うん、ハンちゃんはどこだったっけ、ハンちゃんどこだったっけ、ハンちゃんどこだった、ジャケーって、ね、よく分かってるじゃないですかね。坂源さんは兵庫か大阪かな、あるんで、ね、あ、じゃあ近いじゃないですか、うんうんうん、そう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 、うん、そうか、ね、集いたいですね、ね、うん、そうかそうか、じゃあとりあえず、うん、ちょっとね、どうした、ウニだウニだ、すごい、さすがサポーターが入りました、メンバーが、はい、うわ、で皆さん、あのツイキャスを見てる方は出てるんでそこクリックしてください。さすが、はい、チームワーク、さすがですね。そうですよ、33人いますから。いや、33人おるんですか。そうですよ、一クラス分になります。マジっすか、はい、わ、素晴らしい、大阪、へえ、すごいね。あ、そう、素晴らしい、ユニタン素晴らしい、うわうわうわ、うん、みんなでね協力してね、ありがとうございます、ぜひぜひ悪女時代を応援しましょう、うん、はい、
がとうございます。はい、じゃあそんな感じなんですけど、はい、じゃあとりあえず、うん、まあみんなで応援するということで、うん、悪女時代を、はい、ね、踊ってもらいたいのもあるんですけどね。今、うん、いや今じゃないけどラジオで通信もあるしねびっくりした、うん、今かと思った大義と西南の違いを説明してくださいってことでね。これ分かります？大義と大義と西南、うん、大義いうのは、うんうん、なんかほんまぶちしんどいわとか、ぶちしんどいも広島弁、うん、めんどくさいわ、せんないはなんていう、体がしんどい一緒、違う、いや当たってますこれ違う、なんか違う、んかせんないやれん、やれんも広島弁、うん、自分を使ってない、あ、言葉知ってるんやね、うん、うん、そっかそっか、アルファウィング、ケインさん、広島弁で思い出した、カバチタレって言葉も広島弁でしたっけ。ですね、カバチなんて文句言うなやみたいな、カバチタレってこれ広島弁じゃないね、文句言うなやは、言うなやが広島弁、なんとかタレっていうのは何か余ったれみたいな、文句を垂れる、文句を垂れる、うん、そっかそっか、へえ。大阪の人さん、9月10日決勝ってなんですかこれ。あ、アイドル祭りが9月10日。調べてきたんかい、さすがです。すごいですね、もう嬉しいですね。本当にもう皆さんも本当優しいね、みんな。みんな優しいです。うん、はい。紳士の塊です。紳士の塊？初めて聞いたけど。そういや、そうなんですよ。はい。初めてですよね。はい。まああんまり言わんからこんな話はね。はい。でそんな感じなんですけど、うん、じゃあとりあえずですね。はい、まあ紹介も終わったところで。はい。今紹介長かったすいませんね、なんか。でもそのままあのメールのコーナーいきます。はい。時間がね1時間しかないんですよ。うん。DJ マシャワールド。少な2時間やりたいんですけどね。ね。いやもうほんま。なんかスポンサーさんを募ったらできるかもしれない。でも、ね、後ろの時間がもう埋まってしまったんで。うん。じゃあいきますね。うん、メールいきます。はい、今日はね、沖縄のおすすめの場所ということで、はい、メールをいただきました。うん、で、ちょっとメールを募って、で、まあ、僕が最初呼んでしまったんですけど、後で、まあ、よかったらメール見せますんで、見てみてくださいね。じゃ次いきますね。はい、大阪のおっさん、シロです。マシャさん、スタッフの皆さん、おばんです。沖縄でおすすめの場所は、那覇市の栄町にある便利屋です。もう便利屋っていう、飲み屋さんがあるのかな、小籠包と餃子にオリオンビール、最高ですねって来てますね。これ小籠包って読むんだよね、小籠包やね読ますっていうね小籠包と餃子にオリオンビール、あ、いいですね。はあ、なんかね、栄町っていうところがあって、なんかすごく餃子ってイメージがあるんですよ、うん、中華街ではない、いやいや、なんかね、うん、結構ね、やばかった町だったんですけど、うん、もうこうなんか衰退していくみたいな、うんうん、でこうみんな活気をつけようということで、今こう起業したい方なんかどんどん入って、今新しい町の生まれ変わってます、でここにオバーラッパーズっていうのを作って、みんなでその町を盛り上げたんですよ、生き返った町、オバーラッパーズ、そう、だからそれ70代ぐらいの、ラップオバーがラッパーを歌ってるんですよ、うん、聞いてみたいです ね、素晴らしい、うん、ネットで検索してみてくださいね、はい、ね、はい、次いきます。もう、ね、メールがいっぱい来てるんでどんどん行かないと、うん、いきますね。マシャさんこんばんは、久々なメールの三毛猫好きの犬ですってことでね、この方ね、実は先ほど番組してました、ここに座ってました僕の時で分かんないよね、うん、ここに座ってた方です、ここ女性で、こっちにケインさんが座ってました、うん、何のことか分からんけど、ラジオ聞いてる人、はい、今夜のテーマについてですが、自分がおすすめする場所は一つ海中道路ですかね。素晴らしい眺めでなく、あの辺りは海のドローンの飛行練習にも最適な場所だしということで、ね、下に、ね、YouTube のリンク先が来てます、うん、で海中道路からもう少し足を伸ばすと、宮城島の隠れビーチもおすすめ。あ、宮城島に隠れビーチがある、うん、これ隠れビーチ行かれへんやん、おすすめやけど秘密やんこれ、まあいいわ、うん、で他だと瀬長島の海中道路や瀬長島展望台ですねということで来ますね。あ、瀬長島だいぶ変わってますもんね、うん、で、ここから見る飛行機の、離着陸、特に、北風運用時の着陸の、様子は迫力あります。他にもおすすめありますが、飛行機好きとしてはとりあえずこんな感じ。 FM ギノワン金曜日9時台パーソナリティ、無人、あ、兼無人航空機ドローン運用業者の三毛猫好きの犬でした。さりげなく宣伝笑いと言いますね、ありがとうございます、ね、うまいですね、俺も今度やろうとそれ人の番組で宣伝するっていうね、瀬長島いいですね、うん、あとは海中道路、海中道路わかります、後で説明しますいいところなんです、うん、もうね、ここね、島と島が離れてて海が引いたらね、歩けたんですよ、うんうん、でそこを埋め立てたんです、うん、
昔溺れて死んだ人もいたんですけどね、今はそうやって埋め立てて、まあ、もうマラソンのコースになったりとかね、素晴らしいところです。後でご説明いたします。はい、はい、あ、三毛猫好きの犬さんからね、ハッピーバースデー来てますね、ありがとうございます。うーん、これあとでも読んでみます、メール、んメールとき読んでみます、そういうそういう振り大丈夫なんです。メールを読んでますって言われ初めてなんですけど、ゲストさんに読ますって言われ、うん、初めて、はい、休むってそこで、はい、じゃあおすすめする沖縄の場所、はい、はい、マシャさんこんばんは、味噌煮込み好きです、はい、聞いたことある味噌煮込み好き、味噌煮込み好き、はい、で今日のおすすめする沖縄の場所ですが、うん、読み方がわからん、ひじおおたき、うん、ひじ、ん、何これ、ひじおおたき、ひじおおたき、ひじおおたき、これなんかボリュームちょっと下げたほうがいいかもしれないね、おごめんなさい、入っとる入っとるね、の、うん、お手軽ハイキングですね、はい、自然を感じながら野鳥や蝶もたくさんいるし、ちょっぴりジャングル気分も味わえるのでおすすめですよ、歩きやすい靴で水分とおやつを持ってってくださいね、うん、ということで、はい、味噌煮込みスキーさんから、はい、結構ヤンバルなんですよ、ヤンバル、うん、結構多分40分ぐらいあると思うんですよ、ひじ大滝、ひじ大滝、うん、でずっと歩いてたら汗かいてて滝があるんですね、うん、でなんか滝壺があって、なんかあのなんていうかなマイナスイオンがいっぱい出てるところがあるんですよ、癒しスポットじゃないなんちゅう説明や、うん、いいじゃないですか、これも後で説明いたしますメールをどんどん読まれてやばいんで、おーおー、なんかいっぱいねいただいてる、オーライあとねモノマネ募集ってね、俺がねあのやってるこのモノマネっていうコーナーがあって、うん、今日モノマネ募集来てるかな、あ、味噌煮込み好きさんありがとうございますね、あ、僕行ったことないんですよ、あ、そうですか、うん、ちょっと行ってみたいと思いますね、はい、あの金谷さんにはね後で説明したいと思います、はい、あ、今日、あ、来てますよ、はい、あ、僕読みましょうね、うん、悪女時代チコですの、チコリン、はい、金谷たん、はい、沖縄、いや、海外ラジオ出演おめでとう、はい、ありがとうございます、海外進出 iPad から送信できてますねこれ、いそれがマンディ、いいけど、いいけど、いいけどね、いやいや、ね、iPad から送ったのバレたらまずいのかなって、いい、ありがとうございます、みたいなね、はいすごいですね、チコさん、はい、会員ナンバー何番なんですか、バラス忘れた、あ、忘れた、うん、あ、ごめんな俺がいらんこと聞こうから、ね、じゅんちゃんさんと来てますね、ツイッター、はい、かなえちゃん、マシャさん、こんばんは、お誕生日なのですね、おめでとうございます、楽しそう、アットマークじゅんこ、はい、メンバーのじゅんちゃんですね、ありがとうございますね、仲良しです、かなえさんところで今回はなぜゆえに沖縄へってことでね、うん、最初聞いてなかったかな最初そうね、最初聞いてなかったかな、なんかね、そうそう、こうやって呼んでもらったんで、そうなんですよ、まあ、ちょっと仕事の絡みもあって、そうそう、沖縄 YouTube 見つけたら、 YouTube 見てたら、そうそうそう、あの上がってきて、うん、で、あのボーイ僕見てたんですけどね、うん、ボーイ見てて、で、なんかあ、なんか女の人おるなみたいな女の人がコピーしてるそら、ね、まあいいやんな、女の人ほら見たいやんね、で見ててなんかあーって言って、そうそう、それで、ちょっとつながりましたみたいな、では私が悪女じゃなくてバンド活動をやっとるわけですよ、うんうん、それがそれ言うの言ってなかったですね、です バンドからだったんですけどね、うん、最初ね、つながりはね、いや、なんか J-POP のカバー版で、うん、ボーイの関連動画にあったわけですね、うんうん、僕広島 そのボーイのコピー版めちゃめちゃ見てたんですよ、うん、結構レベルが高くて、まあ俺よりかははるかに声が似てるなと思って、これは負けてるけど、でも動きは俺の方がボーイ笑っとるし、みんな一番やから、うん、このボーイ好きな人って、まあ、そうですよ、みんなもうみんなもうみんな一番、オンリーワンのナンバーワンですから、もうみんなもうみんな一番でいい、うん、もう誰がしたとこ上じゃない、そうです、本当にそうです、はい、そんな感じでね、うん、はい、ありがとうございます、今何分や、39分、うん、あー時間が押してきた、次いきますね、ね、なんか来てないかな、今日シーブンタイムができるからこれいこうか、ね、沖縄の FM 技能は DJ マシャワールド様、うん、FM より熱い男 DJ マシャさんこんばんは、本日は悪女時代のカナエタンが、カナエタンって呼ばれてるんですか、はい、カナエタンが出演ということで、うん、さらに熱いですね、ミュージクル TV のアイドル祭の話も聞きたいですが、カナエタンの広島弁炸裂を楽しみにしてますラジオネーム愛の風花さんって来てます、ね、はい、ありがとうございます、あ、愛の風花さん、愛の風花さん、はい、はい、来てますね、炸裂、炸裂、炸裂、広島弁、ちょっと僕もね、うん、いくつか分からんことがあって、うん、ありがとうございます、広島弁ね、ちょっとね、やっぱ大阪のところと似てるところと、うん、やっぱりちょっとやっぱり、あ、全然違うっていうか、もう聞いても分からんレベルね、本人はね、あまり広島弁じゃないと思っとるんです、ああ、
そこまで。はい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 、はい、いや喋るときは喋るけど普段は。なるほどね、うん、結構あのコテコテ方言喋る的なキャラなんですか。うん、だけど、うん、ほらジャケドとかいうのが広島弁っていうのは言った後気づくみたいな。ジャケドみたいなそうジャケみたいな。そうですね。なるほどですね、素晴らしい。なんかメールがね来てますね。あ、ちょっと待って、これ見こうか、これ見こうか、これ見こうか。はい。DJ マシャワールド宛てにね、ね、ちょっとこれ転送かな？転送できてますね。こんばんは、かなえさん。いつの間に沖縄へ？ツイッターで知って広島からメッセージしています。沖縄で悪女時代の PR しっかりしてきてくださいね。沖縄の皆さん、悪女時代よろしく。はい。リクエスト、悪女ネレーション。はい。お名前、サイさんって来てますね。ああ、はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。サイさん、うん、応援されてる方、うん、うわ、はい、嬉しいですね。はい、そんな感じで、とりあえず、まあ、メール一応とりあえず時間ないな。じゃあ、ちょっと急であれなんですけど、はい、エコーお願いします。オーライ、モノマネ募集っていう感じでね。いやー、これ冷や汗を聞くね。今日モノマネ募集来てるかな。もうね、うん、あんまりやりたくないのに自分でやってるっていうね。私いつもこの番組見てますけど。見てるんですか、うん、面白いですよ。紹介してからモノマネ上からだった今。面白いですよとか言って。マジですか。とても素晴らしいですよ。いやいや、全然上とか下とか、ほら上からね上からね、うん、じゃあいきますよ。じゃあいきますよ、いきますよ、うん、うわー、これきついね。いつもね、あの僕のあの募集をどんどんこう何やれって来てくれる、うん、ね、名古屋の文化系ダンサーズさんですね、はい、まちゃこさんのモノマネよろしくお願いします。いきますね、うん、一郎さん、え、一郎ってどうやってやるの。一郎、一郎さん、一郎さん、待ってよ、OK、できた、いくよ、いくよ、いくよ、うん、今日も朝ごはんはカレー食べましたなんか違うあかんかんかん、今のはカットや次いきます。今のはカットや次いきますね。パフューム、パフュームって何やこれ。パフュームって広島だからパフュームなのかな。ああ、そうかも。パフュームね、うん、パフューム、うーん、あ、できるできる、パフュームできるよ、いくよ、ずっと泣いたエスタリスティルインタビューマヌザーレイザービーム無理やねあーちゃんです、今のは怒られる、やばい、本気だ本気。え、次いくよ、ねえ、ブー、さ、今日最低レベル更新や、ね、ゲス、もうギャラリー男だらけですね。次いきますね、ね、ファミマのチャイムの音、あ、時間押してきた、時間押してきた、 ファミマのチャイムの音、これ聞いたことないですね、できません。次いきますね、ハーレーダビッドソンのエンジンの音、あ、これできそうですね。ね、ワンみたいな、最後犬で終わるみたいな、ごめんな、ダメダメ、最後犬で終わる、ワンみたいな、あぶるワンみたいな、犬のものあれです、ごめんなさい。次いきますね、小橋川ゆい子さん、小橋川ゆい子ね、マシャさんみたいな、小橋川ゆい子さんかわからんわ私。NHK、 あ、言ってもたNHK でアナウンサーしてたんやけど、やめてラジオ沖縄で、あの、ま、あのそこでアナウンサーされてるんですよ。あー、なるほど。 B 型の女性です。うーんそんな言わんでええみたいな。 B 型好きあかん、もう追加する時間や時間や次行くで、次、吉田安生さん、わしなよやわしね、あ、こちらはこれげんちゃんや、ダメ、あかんあかん、今日もうダメ、俺やめようかな、このコーナー流された、もうやめた方がいいな、このコーナー、なんかさ、寿命が縮む、今日はもう、じゃあ今日はもうこれぐらいで勘弁しといたるわ。じゃあエンディングテーマ大爆笑です。あ、なにこれ、もうあかんあかん、もうもうやめたやめた、このコーナーこれダメだ、もう最後にこうかっこよく終わりたいね。え、 CM 俺が決めた、決めたやってやってから、俺が、じゃあ何かモノマネ募集あれば。何、モノマネ募集、うん、うん、じゃあ具志堅用高さん、具志堅用高さん、うん、飽きてた、うん、ちょっちゅねって言うと思った。もうこれしかないやん、もうちょっちゅね、定番を堂々とやる CM あかんわ、もうちゃん、もうあかん、もうやめらん、もうやらんぞ、これもう弾き語りや、弾き語り、もうごめんね、お邪魔してもいいですか。はい、お願いします。
もう弾き語り。ああもうダメだ、もうやもうこのコーラ。もうあかん、今日のこのコーラ何もいいところなかった。めっちゃ死ぬかもと。あ、ギターあれがない。ん、カポ？なしで、はい、カポなし、はい、DJ マシュワルド FM 機能より生放送でお届けしております。さて、皆さんがね毎週楽しみにしている弾き語りのコーナーです。楽しみにしてないってこれはね今日はねあれなんですよ、これ弾き語りのコーナーって言ってるんだけどね、うん、僕の練習に付き合わされてるコーナーなんですよ、うん、で今日はねせっかく遠いところが来られてるっていうことで、はい、まあ、歌も歌われてると、で声がね、うん、ものすごいなんかね、誰だろう、奥井かおりさんが似てるってことで、でね、言ってくれたですね。で僕のリクエストで、うん、はい、ダイヤモンドがいいかなということでね、ね、で今日ダイヤモンドを一緒にできるかなと思って、ね、今日聞いてね、あそうみたいな、お願いしますみたいな、はい、僕弾いたことないんですけど、こちらが無理やり弾いてますんで、ちょっとギターはあまり上手じゃないんで、はい、じゃあちょっと歌わせていただきます、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。時間押してるよね、結構押してるよね、うんうん、もうワン、ツー、スリー、フォー。冷たい泉に素足は浸して見上げるスカイスクライバー、好きな服を着てるだけ悪いことしてないよ。金のハンドルで街を飛び回れ、楽しむことに釘付け、ブラウン管じゃわからない景色が見たい。針が降りる瞬間の胸の鼓動を焼き付けろ、それは素敵なコレクション、もっともっと並べたい。眠たくても嫌われても、年を取ってもやめられない。ダイヤモンドだね、あらいくつかの場面、あらうまく言えないけれど宝物だよ。あの時感じた、あら予感は本物、あら今私を動かしてる、そんな気持ち。恋して順序も覚えて、キスも上手くなったけど、初めて電話する時にはいつも震える。プレゼントの山埋もれもがいても、まだ死ぬわけにいかない。欲張りなのは生まれつき、パーティーはこれから。耳で溶けて流れ込む美薬たちを閉じ込めろ。恋なんかじゃ売れない、愛をくれてもあげない。ベルトを締めてプロペラ回し、大地を蹴って飛び上がるぞ。ダイヤモンドだね、あれ
いくつかの場面あうまく言えないけれど宝物だよ。あの時感じた愛予感は本物。愛は今私を動かしてる。そんな気持ち何にも知らない。愛子供に戻って、愛やり直したい夜もたまにあるけど、あの時感じた愛気持ちは本物。愛今私を動かすのはダイヤモンド。歌うっていうのもいいですね。いやねえ、めっちゃ緊張した。今日はもうパチパチ、ありがとうございます。あ、しまった、うん、俺誕生日だ今日。そうだよ。あ、死にうっさ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 バースでね、うん、あ、ミンサーベアさんから来てるね。ミンサーベアさんから、マシャさんお誕生日おめでとうございます、ゲストさん可愛いですねって言ってますね。ありがとうございます。今日お礼の誕生日しか俺いや、俺近所トロンボーさん、こんばんマシャさんお誕生日おめでとうございます。あー、ひふみさん、ましゃさん、スタッフの皆さん、ゲストの皆さん、銀のトロンボーさんが来ました。ありがとうございます、銀のトロンボーさん。銀のトロンボーさん、いつもありがとうね。誕生日ましゃだけ。そうね。うん、あ、かがわっちさんとかがメール来てるね。あ、かがわっちさん、はい、ありがとうございます。今回ゲストに私が住む広島で活動しているアラフォーアイドルユニット、悪女時代のリーダー担当のかなえさんが出演される情報をツイッターで知り、投稿しました。沖縄ではまだ無名かもしれませんが、この悪女時代、去年テレビ朝日、うん、テレビ朝日が企画した全国のローカルアイドルたちがその演舞で全国1位を競うアイドル祭りで司会の騎士団の綾小路翔さんやヒャダインさんも魅了した知る人ぞ知るアラフォー集団です。詳しくはかなえさんからご説明があると思いますから割愛しますね。今年は広島だけでなく海を越えて四国は香川にも遠征する行動派でもあり、今回はリーダー単独の来沖ですが、ゆくゆくは沖縄遠征もあるかもしれないです。うちなんちの方々、広島の悪女時代への声援お願いしますね。香川地さんです。なんかね、もう説明が素晴らしすぎて、私より素晴らしすぎて、完璧ですね、全然素晴らしい。なんかもう皆様にね、あの支えられてる感じがします。ですね、番組あと2分ぐらいで終わるんですか。わかりました。じゃあ、自分で自分の誕生日お祝いしたいと思います。はい、いきますよ。あ、歌って。はいはいはい、せっかくだから。ちょっとキーわからんけど、じゃんください。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.Happy birthday, dear 宮里正重さん。DJ マシャだろう。Happy birthday to you。おめでとう。死にうっさ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 。この日に生まれたから君に出会えたその喜び。あ、もうこれ間違えたか、違うわ。正重さん誕生日おめでとう。正重さんおめでとう。みんなありがとう。いやー。いや、 あと1分27秒しかない。いや、誕生日で終わるっていうね。今日はね、誕生日でした。ちょっと待って、こうシーブンタイムっていうのがあるんでしょ。え、ほんと、これ違うの。え、これ、うん、これはよくわからん。言うたらあかん。あ、そうだ。言うたらあかん。いかんの。これこんなのないから。わかったわかった。ないことになってるから、うん、こういうのな。あの、ツイッターの皆さんありがとう。ツイキャスの皆さんありがとうございます。はい。はい、1分しかないな。ね、今週もね、これ音楽番組なんですけど、音楽あんまならないんですね。音楽番組だったね。トーク番組ってね、1分。はあ、そっかそっか。じゃあ、かなさん、じゃあ最後の一言、じゃあ番組の皆さんに、あの、いい締めの一言。あれあれあれ、ほら、あの、投票お願いしますみたいな。
投票。じゃ、ま、待って待って、むしろ DJ マシャワールド、これからもよろしくね、スポンサー募集中、MC 募集中とか言わないかんでしょ。 MC 俺で一人。あ、そうかそうか。一人、違う違う、MC したいなって、ね、あとどこ読んだらいいんや、はい、これみたいな。じゃあ本日のお相手は DJ マシャと、はい、悪女時代かなえでお送りしました。はい、じゃあおらい、今日も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた来週、 See you next、 バイバイ。シニウスサルサバースで俺しか来てないってね。奇跡的な一日だ。メール読んでない。メール読んでるのがあるかな。はい、じゃあね、メール行きたいと、じゃあね、メールを行きたいと思います。ちょっと軽く。普段も外してる。あの放送はこれで終わって。で、これからツイキャスで喋ります。あ、でマイクはモニターもこれ使えないので、もうなしで。マイクもあっちなんで、はい、このマイク使わない。今日はスマイルリンダさんから来てますね。初めての投稿ですが採用されると嬉しいです。マシャさん、お誕生日おめでとうございます。先日のリスナー紅白歌合戦では DJ マシャさんにはすごく楽しませていただきました。あ、来てたんですね。会えなかったんですよね、うん、スマイルリンダさんに。リンダさん来てた。ねえ、ヤングマンめちゃくちゃ盛り上がりましたね。会場の方々も一緒になって振り付けして、リンダも心の底から楽しみ、お腹抱えて笑ってたなって。面白かったのかね。感動、喜んでた。感動を与えたかったんですけどね、うん、お笑いってね。楽しい時間。感動したよ。おかしいな。あ、沖縄の行ってほしい場所は、うん、元部長の備瀬福木並木と、うん、パワー、うん、福木並木があるんですね、うんうんうん、でパワースポットでも有名ですということで、マシャさんもぜひパワーを注入されてください。今日沖縄市民会館で夢のマーチコンサート、夢のようなひととき素敵な時間を過ごしました。ほう、桂木由紀さん、ボヘミアン最高にかっこよくて、古希を迎える真由澄純くん、あ、真由澄純さん、あ、それミニスカートなんだよね、うん、いつもね、あの公開発で見たことがあるんだけど、うん、姿が可愛らしく、追善寺清子さんは変わらぬ力強い、歌声がパンチよくあり貫禄ありましたよ。桑江智子さん、沖縄市合わせの出身なんですね。桑江智子、皆さんプロならではの美意識が、素晴らしく、若い方に負けないくらいスタイル良くて魅力的で良い刺激を受けました。リンダも素敵に年を重ねたいな。あ、なかなかすみません、マシさん体調気をつけて頑張ってくださいね。あ、ヤンバルからスマイルリンダさん、ね、リンダということですね。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。福木並木ね、一応行ったことがあるんですけど、福木っていうね、福木っていう木がある、福木っていう木があるんですよ。沖縄の防風林です。ああ、そうなんですね。ああ、この道にブワーってこう、ブワーってこう、ブワーってブワーって福木が生えてるって。そうなんですよ。なんかパワーがこう、なんかこう樹齢がなんかありそうな木を抱きしめたりとかしたらいいのかなみたいな。使い方結構わかんないんですけど、気を抱きしめない、うん、意味が分からね。はい、死にうさうさバースでいきますね。ハイサイマシさんに、スタッフの皆さん、面白いリスナーの皆さん、アイラブヤンバルからツッコミアイビーン、今日は我らが DJ マシさんのバースデーと、ついでに26日に、俺のツッコンのバースデー、歌しく、あれやべ、ツッコン26日ね。本当はラジオ局まで行くでしたから飲んじゃいました。今度遊びに行くね。それではステッカー希望で歌しく。あ、プレゼントがあるんだけど、これ勝手に送ろうかな。勝手にな、勝手に送るプレゼントがあるけどね。じゃあつっくんの誕生日やりましょう。見てなかったらウケるね。見てなかったらつっくん、見てるから。飲んじゃいました。つっくん今日来たらいいことあったのね。残念だ。今日来たらいいことあったの。今日ね、じゃあつっくんのお誕生日ってことで、じゃあかなえさんに歌ってもらいましょう。なんでよ、せっかく来てるんだよ。ちゃんと見るでしょ。なんで。死にうさうさね、うさうさうさってね。福木並木、福木並木ね。もうたけちゃん見てないから大丈夫。あ、そうなんだ、きれいきれい。あ、音割れしとるんか。そうそうそう、かなえちゃんアカペラで悪女ナイトフィーバー歌ってる。岬の方になってる。あ、ま、村の町の村のその、あ、音割れ、ひろき音割れしとる。あ、
明日がですね、音割れ、ツイキャスの音割れが、ツイキャスの音割れがしてるけど音が、うん、楽器やったら割れる、うん、あ、楽器やったら割れるわけですね、楽器は音割れる、やっちゃん、うん、かなえお姉ちゃんこんばんは、あ、かなえお姉ちゃん、うん、普通の会話は多分ちゃんと聞こえてるはずよ、アカペラで悪女ナイトヒーバー歌って、歌える、アカペラで歌うのヒーバーは、まだあれじゃない、悪女ヒーバー、悪女ナイトヒーバーね、悪女ネレーションじゃないのね、しんちゃん、あ、しんちゃんさん来たね、あの、うん、ピンクタンクトップ隊長ですね、あ、なんか聞きましたよ、ピンクのタンクトップをインしたんでしょ、あ、僕ですか、僕が、そうですねピンクタンクトップ、なんで分かるんですか、なんか私ね、先週、先々週か放送見とって、あ、そうなんだ、ピンクタンクトップをマジャさん、紫の服装であかんよさすがチャラい AKB さん、 AKB ファンさん、 AKB っぽいですね、格好がね、あ、そうそう、じゃ AKB のコピーショットですよ、最初は、そうそうそう、うん、AKB の踊りとかできます、ツイキャスの皆さん、ちょっと踊りをどういう振り方なんですか、なんかあの一人で踊らすの、例えば一人で踊る、みんなで踊れるならいいけど、みんなでここでね、でおじさんたちが誰も踊れるはずがない、今日せっかく来られてるんで、そうです、なんていうか、恋するフォーンチューンクッキーの、みんなで踊れるといいけど、一人でここで踊っても、恋するフォーンチューンクッキーちょっとだけやるっていう、みんなでできます、みんなトップ見たよ、じゃあ踊れるよ、踊れるはずだけど、一人で踊るのって、僕たち踊れないでしょ、いや僕はギターで弾くんで、それ弾きたいだけでしょ、こういういやいや俺はあのリスナーさんのために弾きたいだけでしょ、いやあのシーブンタイムもう最後なんですよ、今日がシーブンタイム3号ホワイトインシアカー3人でって無理です、え、あ、自分はリュアラ、あ、リュアラごめん、リュアラごめん、あの、あ、今日リュアラ、あ、あれ送ってなかったら、今日リュアラごめんな、ツイキャス見ながら一緒に踊るよ、あ、いいね、どうなんじゃ、ケイさん、そういう応援ひいふみさん、ちょっと場所をちょっとずらして、はい、この辺で踊っていただき、ほら、板に逃げるな、え、え、踊る、いや、無理だろ、踊れるわけないじゃねえか、俺が、わざとだよ、もう人に振っといてさ、え、じゃあでも踊らないんだから、そうじゃ、そうじゃ、うん、じゃ、ひいふみさん、一緒に踊ってた、どう、知らないし、俺こっち、ここ、私はこの前やってたよね、じゃなっちゃ、え、なんかこんなおにぎりみたいな、前に出すんだった、やっぱそうです、音割れですね、ここしか知らない、あー、これなんかないかな、ないよ、なんもないよちょっと小さく言った方がいいかな、カポ、カポ2、カポ2、カポ2だな、これカポ2だな、これ本当に自分が弾きたいだけ、もうどんなしかもギター、あなたのことが好きなのに、ちょっと待ってよ、待ってよ、よし、はい、こっちで一緒に踊るけん、はい、はい、踊って、みんな一緒に、うん、あの人たちも踊るけど、踊れよ踊るよ、お、入れれ、もう、え、入れるか、おお、入れ入れ入れ、そうだよ、みんなでやった方が楽しいから、すごい、あの、おっちゃんばっかり入ってくるってね、そうそうそう、お、え、声が、歌が聞こえない、マスターが呼んでる、あの、音が割れてるけどどうにかなりませんか、つテロキエ、していい、え、これできるのか、こっちのボリューム下げるのかな、いい人踊る、いい人踊りません大福隆さん、音が割れるのはどうにかな、わお、カナエさん、マジスカートまで AKB らしい、あ、見えなかったんだね、広島から来てるんで傷跡を残してる傷跡、傷跡お、来た来た、お前も踊れ、遅くなったから、お前も踊れ、踊れるだろ、ポーチュンクッキー、今日来た人は結構得なことがあります、さっきから言ってる、お土産が来れるまさか、俺はない、まあいいや、すげえ男がいっぱいおるで、女の人一人しかおらん、今日ここにあ、しんちゃん、音直ったって、うん、なんだって、踊るんだよ君たちも踊るんで、罰ゲームだよ、今日
知りませんみたいな知りませんみたいな、せっかくだから映ってるってじゃない、横で見とくよもう。いや踊るねえだったらそこで見といて画面に踊るねえ人が踊りそうだよ、ちょっとあの今日踊れる踊れる俺も真似するんだよ、見ながら。声が聞こえてないから、ケイさん踊れるでしょ。あ、行ける行ける行ける Go! 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 今日はあのみんなで AKB 祭りだよ。さっき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 AKB 祭り、サングラスなくした。はい、どっからどっから音大丈夫って言うの。最初、どうなった。違う違う、前奏どうなった。チャラ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 かな。めっちゃ喜んでる。AKB ファンさんがいた、ここに。本当に AKB ファンがいた。めっちゃ。今日見た人ラッキーですね、これね。今日。今日女が一人来た。頭じゃん。男祭り。男祭り今日。はい、ありがとうございます。ね、いやいいね。いや今日はもうあの盛り上がりました。1年ぶり以上に踊りました。いやー、今日盛り上がりましたね。はい。なんか女の声も来るか、うん、女子が来てる、女子がやっぱり来てる、うん、いいですね。ラジオ来て踊ってくださいって言われると全くすぐにも分かった。ラジオだから。ね、今日は今日ははい、あ、邪魔でしただけです。メールもう終わりかな。あれは来てないの。何が、メール読まれてない。だ、名前読んでた。あ、出てこない。ラジオで電波で聞いてる人、銀のトロンボーンさん。じゃね、電波で聞いてる人、10分の2に。あ、みんな一番大体長。スケットは？スケット来てないよ。スケットさんは今日来てないですね。今日ちょっと全部読んだと思うけど、読んでない人いたらごめんね。うん、大丈夫かと思います。はい、とりあえずメールを読みました。終わり。あの、僕さっきお二人が話してるの聞いてなかったんで質問していいですか。はい。沖縄今回仕事できてる。いや、そうですね、仕事もありつつ、このために。あ、そう、本当にこれがメインなの。はい、はい、な、ありがとうございます。宣伝しに来た。宣伝を沖縄まで知ってる。そうなんですよ。沖縄何回目ですか。沖縄5回目ぐらいです。5回目、その4、今日が5回目で、4回目、4回はしプライベート。4回目は本当仕事で。全部仕事で、はい。あ、そうなんだ。こっち仕事でイベントで歌ったり。あ、全然ほんまにあの本業の方で。あ、ほ、あ、なるほどね、はい。デザインとかって。あ、そうです。はい。なるほど。じゃあ悪女時代で沖縄ではまだ
出たことはないんです。ないんです。なのでぜひぜひ、さっきもね、一部こう教科メンバーで来て、ここブワーンとこう、な、何人いるんですか？4人？33人はっ失礼しました、勉強不足。さっきあの来る前に YouTube で検索したら、あの紹介の V が出て、4人で喋ってたから、あ、そうですね、4人なのかなと思って。いえいえ、33人もいるか、若干抜けてますけど。あ、本当だ、はい、あ、来るのがあるわけね、はい、なるほどね。だそうですよ、皆さん。だから沖縄どこがいいかって聞いてるんだ。このラジオメインに、いや、DJ わしゃがるのすごくなったな、どか言ったな。自分で言って。ダメだね。母息切れしてるけど、それ息切れもするよ。あれですよ、息のダンスの綺麗で。俺の友達じゃない、このリュアナとか。そうですよ。俺の友達じゃない、この人。ダンスの綺麗、息の綺麗っていう、あの、キャッチポ、キャッチコピー。噛んだかな。キャッチコピー。噛む。行く行くってもね。とりあえずじゃあもうシーブンタイムがもう最終回ということでね、シーブンタイムがもう最終回となって、来週から番組が入るんですか、ひろきさん。はい、悲しいですね。来週から11時からの番組、もうスピードで今度から出ていくんで、もう番組終わったらもう終わった瞬間、じゃあねーってすぐ切れます。寂しいな、追い出されます。若手に、若手が出ていけば入ってくる。シーブンってどういう意味なんですか？方言で、サービスっていうの分かりやすく、おまけのくせに、本物の放送と同じぐらい時間やってるから、あ、やばい。なんかこれ、やっぱりね、お前のじゃねえか、お前のこれ白いやんけ、なんかちょっと待てよ、またおかしいやろ、脱いでないやし、映ってないし、食えるんかこれ。ありがとう、なんかね、わこれ持てんやろこれ。どうしてこれで映して、見えたかな、そのまま突っ込んでる。まあ今仕事が忙しかったよな。仕事ね。うわあ。うわあ、ありがとうな、これ。マジか。コーラゼロさんから。なんか写真撮ってみて、誰か。写真撮ってみて。写真撮ってみて、なんか誰か写真撮って。撮ってみて。撮ってみて、あの、そしてみんな誰かに送って。俺が、まあ、誰かに送ってた。俺に送ってた。全員に送りますか。行きますよ。もうちょっと下向けた方がいいかも。もうちょっと下向けた方がいい、カメラ。もうちょっと下向けた。わあ、すごい。あ、これ。びっくりした方がいい。そうだね。泣け、泣け。みたいなのがびっくり。わあがいい。これはした。レースカーさんからでした。44。どういうこと？ハッピーバースデートゥー。消火器ならんかね、ならない、大丈夫、このぐらいでならんよ。まあ、うるしよ。
なんだろう、はい、感想。シフォン、シフォン、ありがとう。シフォン、ありがとう。残ってるから楽しいね。これ長寿、いや、もう皆さん、これお父さんに見せますよ。あ、いやあ、お客さん、娘さん。あ、そうだった。お客さんの。お客さん、娘さん。すみません、目薬準備するの。しぼり出します。うーっ、後ろからちょっと。いいですか、この親、出した方がいいです。多分、出して。あっちでやるの。じゃあ帰ろうか。お疲れ様です。広島から来たのか意味わからんじゃん。じゃあみんなありがとう。もうシーブン最後や。俺ら誕生日シーブンタイムを迎えるっていうの最後に。ぬかに何か言ってるか遅れてきて来やがって。またなんか下ネタ書いてないか。下ネタなかったよ今日。いやこれあれがいないか。いやもうちょっと何これも出さない。ああ、だからちょっとポリティーが、何これ、ポリティーが、何やろ、これあかんやろ、どこに切るねこれ。うわー、何よこれ。誰だこれ作ったやつだ。ゼロサイズ作ってきた。これアメリカで着ようっと。アメリカで着れるよね。金タイ。着れたらこの感じ。着てみた。着てみた。着た。脱げよ。これ。この一丁。赤いやろこれ。赤いやろもう。どうやどうやこれ。なんでインクついてる。なんかもう色合いがすごいわ。このオーライしっくりくる。うつさんでいいよこんなの。こんなのって人がせっかく作ったのに。いいよデジャスチャーこれぐらいがいいでしょ。ただじゃないよ。実家かと思った。嬉しい。わすごいねこれ。え、俺やんこれ、うん、そうだよ。そうピンクタンクトップインって書いてある。ピンクタンクトップイン、なんやこれ。ピンクタンクトップイン、はい、マシャ、目線ちょうだい。なんでこれ黄色なのこれ。目線ちょうだい。ちょうだい。これ微妙やこれ。超面白い。これ微妙やもうこれ。じゃあ今日これ着て帰るか。ゆみさん、マシャさん、ビンさん、いい技術。じゃあ今日はこれぐらいで勘弁しといたろ。もう来週からシーブンタイムないからな。いやー寂しいな。じゃあ今いい音楽だったな。なんか鳴らしたんかい。なんか誰か音響鳴らしたんかなと思った。寂しいな。じゃあまたみんな。なんか番組最後みたいな。じゃあシーブン。じゃあな。戻ってきたら。さあ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 、シーブンタイムパート2始まります。してあ、違うよ、あんた邪魔よ、カナエさんだよ今日。カナエさん、何時から来てるの。ちょっと僕とおしゃべりしませんか。あ、そうなんですか、はい、はい、時間大丈夫ですよね。 あの人と一緒に帰るでしょ、送ってもらうんでしょ。じゃあ大丈夫ですよ。カナエさんはなんかロックバンドしてるんです。違うよ、いや、いや、たまれ、ずっと話してた、悪女時代っていう。話す長いんですけど、いいですか。やってるの。これ、リスナーさんじゃなかった。うん、違うぞ。なんかのリスナーさんでやってるって言ってたよ。あ、そうです、先生に書き込みしました、ね、ですよね、はい、ほら、うん、俺覚えてる。先週俺いたっけ。いたよね。先週ぐらい。これやばいよこれ。ほんまに来これ来てさ、活動してるのーってなって、あっちの曲でなんかラジオやってるのーって広島の方ですよね。はい、そうです。こちらどうぞ。そうなんですよ、僕が乗っとるんですよたまに。 DJ ヒーブミーやね。俺みんな喜んでる。あ、本当だ。あ、ヒーブミーさんだったんじゃん。あ、そうですよ。あ、そうか。そうです、すごい。僕がヒーブミーです。すごいなんかわかる。初めてですよね。いつも見てます。これ DJ マシャワールド、はい、ありがとうございます。僕の DJ マシャをどうぞよろしくお願いします。あれ、なんか盛り上がってるぞ。おい、俺が終わらん時より盛り上がってる。ほら、拍手したら来るんだから。おい、みんな待ってるよ。俺、若い、可愛い子が待ってるから、あっちで。僕、こっちのお姉さんと
今から大人のトークをする。大人トークなんか。受験どうなさってるんですか。いや、よくし。あ、そうなんだ。かなえです。かなえさん。はい。おいくつ？37です。37。マジっすか。そうです、37です。ねえ。ほんまですか。若いっす。沖縄に住む気あります？はい。どなたかもらってくれますか？いい人いないんですか？ねえ。あ、いや、フリー、みんなチャンスだよ。今日はなんで？これさ。だからこれに来たって。いや、聞いてないから、だって。これのために？うん、そう。来てみますか。わざわざ。いや、来ないのにな。こんなコミュニティ。彼はいつもこっちミキサーやってるんですよ。だけど、この間なんて、なんか前の会社クビなって。やめた。実績、本当は？本当に。失業保険は？なんで？実績だから。こう見えて、子供2人いるんですよ。3名。3名か。かわいそう。わかる。幸せじゃないですか。そうなんです。ね、若いお父さん。そっか、羽根さん、じゃあ沖縄に来て住んだらいいですよ。誰か、ね、もともと沖縄が好きで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんで沖縄は何が好きなんですか。海と暑さ。暑さ超暑いっすよ、今日は、ね、超暑く、今日びっくりしました。 37.8 度とか見て、うん、これは熱があるのかと。 37.8 度。暑さ、マジで、うん、おかしいんじゃないですか。そこまで上がってないの。え、気温上がってない。本当ですか。え、多分今年日差し半端ないんですよ。すごい暑いかも。焼けてます。焼けてる。見て焼けてる、みんなね。沖縄の人もうみんな皮膚がん呼んでいる。黒いなと思って。どうせ皮膚がん。いずれ皮膚がん。どうせ保険には つけとかないと。皮膚がん日焼け止め効かないっす。本当にね。そうなんですよ。笑われますよ、半袖であげたら。笑われる、うん、そうなんですか。観光客がよくみんな焼きたいって肌露出して歩いてると、うん、大やけど、これ本当のやけどになるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、あ、そうなんですか。こっちは入れ墨してるから、私で笑われてるんだ。そう私ノースリーブで歩いた時笑われてましたかね。いや、あの開放的になるのはいいんだけど、焼きすぎると大変なことになる。日陰でも曇りでも紫外線で日焼けはするので、無理に焼かなくてもちゃんと焼けますから。なんかあれなんでしょ、海に行く時間帯が昼間はダメとかあるんですよ、うん、夜です。ですよね。夜にならんと予言よとか言われて、意味がわからんみたいな。10時半なんて上がらないですよ、朝。え、いや、そっから、うん、本当ですか。午前中の10時半までは大丈夫ですけど、11時ぐらい回ったらもう。夜遊びの世界じゃないですか、だって夜遊び。沖縄は電車がないので時間の制限がないんです。あ、本当、なんかすごいあれだった。24時間営業の居酒屋とかいっぱいあるで。いっぱい、多いですよ、うん、24時間とか朝まで。朝までとか24時間もあるよ、24、うん、そうなんですよ。遊ぶんですか、24時間やっぱり。昔遊んでました。そんな体力ないですよ。昔は？え、知らん。隠してる。何か、何か。超大きなアップルさ、うん。うん。ビギンですか？あ、すごい。沖縄の方ですね。なんか超沖縄っぽいよ。超沖縄。ああ、じゃあ。違う違う違う。そう。帽子とアロハみたいな。アロハ。沖縄ではカリウシ。あ、そうそうそう、カリウシ。カリウシ。あれがカリウシ、あれがアロハ。ああ。こっちはアロハシャツ。あ、それアロハなんですか。うん、これポロユシです。ポロユシ、ポロシャツとカリユシが一緒になってる。なんか、なんか言ってる。ツイキャス全然見てない。ツイキャスを見てないという。一気に落ち着いた番組になったなって。それはそうでしょ。おい、何してんのや、ここ見てないと。ツイキャス、チュニキャン、会いたい。チュニキャンって何ですか。チュニキャン、なんかあっちに集合ってなってるけど。え、なんか分からない。集合してきたら、呼んでるんだったら。じゃあ、こっちはこっちで放送しないと。広島から来とるからな。放送しないと。最後。その間から。最終回、俺がオーラみたいな。いや、まさに出てったからね。さっき。画面切れていったよ、さっき。マーヨーに俺の T シャツ着たんですよね。おかしかったよ。てかね、コメントが面白いんだよね。ね、面白い。みんな面白いですよ。そうそうそう。何気に有名人、ひふみさんとかね。いつも見てる。あー、どうもありがとうございます。女性だとばっかり感じる。乗っ取りやろ、これ。女性と思ってた。思ってた、ひふみさん、ひふみさんって。あー、一旦 T シャツをインしてほしい。しないよ、しないよ、
もうここまで言うからもうやらんよ。インを世界中に流行らせようと。今流行ってますよね、イン。そうなんだ。インやらない、沖縄だけですよ。結構沖縄ディスりますねそれ。ミトナット頑張れってなんですか。あ、そうですね。あ、そう、この人のこと。あ、そうなんですね。はじめまして。はじめまして。なんか10ヶ月のみたいな。あ、分かった。あとは。ピフミさん来週から交代です。いやいやいや。おこれ。マジで、マジで、マジで怒ったら怖いんです、この人。お前、下ネタで言ってないよな、また。大人、言ってない、言ってない。クリーンな番組を心がけてるんだからね、もう。チンチン。今のあれの音だろ。はい、一回り。僕が今48なんですよ。何が？あ、年が。そうなんですね。はい、あ、そういうことね。そうそうそう、それで48。あ、じゃあ、ほぼどんどんため。出てこない。30、今年さん。皮膚がみたいな。そして T シャツ。ああ、じゃあもう同世代じゃないですか。結構みんなじゃあアラフォー世代じゃないですかね。ああ、そうです。アラフィフです。うちのメンバー最年長52歳ですよ。あ、そうですか。なんか祭りがあるからもう終わるぞ。祭り？祭りが始まるからさ。祭りが向きで。何祭り？5分切ってるって。あ、もう終わった。もしかして。いや、うん。あともうちょっとか。延長放送間に合ったから。これは誰の CD です？こちらのかなえさんの CD でございます。それはもう。よかったら寄贈てもらって、はい。あ、本当ですか。じゃあこちらを、はい、こちらまで。あ、どちらまで。どちらまで。どこよ。どこよ。いや、あのこれがワイプに見えるよ。こちらまでお願いします。どこにあるの。こちら、プレゼントするの。マジで。いやいやいや。いや、意味はないです。いや、いやよ。こんなふうに。リクエスト、リクエスト。あなたがやると本当かなと思う。リクエストはここで。CDのリクエストここまで。ああ、なるほどね。書かせてもらってもいいですか。何をいろいろあサインしてから貼ってたらいいじゃないですか。あ、そうだね。あ、うん、ポスターとかって言われる今日は持ってない、ね、今日もジャイケン大会してくれた人これとわー CD を CD もマシだけどCD はサインしたら落ちるんですよ。もう終わるぞむちゃくちゃ。こちらはどちらです、ね、28人だ、まあ、全員見てるな、ね、そっか。いや、悪女時代沖縄でライブやってもらおう。ぜひぜひ。どうにか。あ、リスナープレゼントっていいんですか。リスナープレゼント誰が。あの、はい、いきますよ。リスナープレゼント、ぜひリスナープレゼントしたいんですけど、どうでしょう。その他の、まあまあその他が来たなんでバレたんだろう、この番組。その他が隠れ番組で欲しい。バレた、バレた。こんなにいっぱいいんですよ。その他にバレた。シールこんなにいっぱい置いておくの。リスナーさんに必着で、欲しい方か、はい、必着っていうか、もう取りに来い。いや、その前に僕に1枚ください。今日ここに来た人にもあげたわけよ、これ。先着。ぜひ。1枚もらいました。はい、いただきました。ありがとうございます。ビニールにサインする。死ぬまで持っておくよ。開けてからの方、あと多分普通はあのこの、なんだろう、パッケージの。あの、白いやつありますよ、白いペン。ちょっと待って、もう追加するもう。じゃあ、プレゼント。プレゼントの、プレゼントの応募は何、曲で受けるの、マサの番組で受けるの。マサの番組で受けようかな。はいはい。来週からね。先着で。先着で。他の番組聞いてからそっからね。いやいや。ちょっとサインの CD 取りに来ましたって言っていただければ、はい、お渡ししますので。全部にサイン書いてもらえるんですか。ぜひ。あ、わかりました。じゃあ、あのサイン入り CD をプレゼントするそうです。応募方法は郵送ができないので、取りに来る。早い者勝ちで局に取りに来てくださいと言っております。はい、勝手に仕切るスター。来週取りに行くからください。本当に来るんか。来るらしいですよ。誰誰。AKB ファンさん来るの。AKB ファンさん来るの。来週取りに行きますって。来る。AKB ファンさんありがとうございます。AKB さん来る。じゃあ AKB ファンさん勝手に1枚書いてもらいましょう。はい、書いるぞ。AKB ファンさん書いてきます。ありがとうございます。おお、すげえ。はい、行くだ。お、みんなの方が、あの、移動。来月はシルラースタジアムでコンサートありますので。誰が言ったほんまですか。言ったことはほんまになります。消える放送が8月の20日セルラの外周であるんです。 ありがとうございます。またなみんな、またな。終わったこれで、これで90になった終わった終わり保存してください。あとはじゃあ任せます。